くパンサーです。なんやねんそれ。はい、今日は金曜日、さあラストです。今週ラストの、エクササイズは腹筋ですね、腹筋は毎日やりましょう。体幹と腹筋はもうとにかく毎日です。これはね、僕たちもうこのぐらいの年代になった、もうどの年代も関係ありません。腹筋と体幹は絶対に毎日やるべき。マークもやってんの本当に。やるように努力してます。本当にやっているのをみんなに見せるためにちょっとね、最近ね、あのともし火ルームファンクラブの方で生放送で、できる時はやっていこうかなみたいな風に考えてるんですけれどもね、もしかしたらこれが放送される時はまだやってないかもしれないから。でもやってると思うんだよね。できることならね、今夜からね、今夜ってこれ月曜日に収録してるんですけども、月曜日の夜から生放送でやりたいなと思っているんですね。やってるのかな。すごいいや。はい。じゃあ、友蔵さん呼びますかね。友蔵さん、いらっしゃい。来た来た来た。お。はい。友蔵です。どうもです。今回は、シャープ060です。汚い60。今日は金曜日になりますので、うん、金曜日や腹筋ですね。腹筋アウターを鍛えていきたいと思います。はい、頑張ろう。で、今日は結構特に下腹部がきついかなと思うんですけども、2種類やっていきたいと思います。マジで言ってるの。今日はなんか今日は、今週はなんか横向きが多いですね。横向き、はい、まず、一瞬6名なんですけども、座った状態を行います。座った状態ね、はい、はい、で、万歳した状態で、タッチ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 、これでいきます。 OK でしょうか。これつらい。しっかり足首は曲げてね。で、足を上げて息を吐いて、吸って、はい、吐いて、つらい。これ1種目目です。はい。はい。2種目目はですね、仰向けに転がります。足の裏を天井に向けてもらって。うん。うん。はい。そのまま手は下についてもらっていいです。うん。どうする？膝を伸ばす勢いを使って、足の付け根の上を目指してね、ぐっとお尻を上げていきます。え？できる方はもうそのあんまり膝は。曲げ伸ばしね、軽くでいいです。できる方は、難しい方は膝を引きつける、こういうことで伸ばす。よくある間違いはこういうふうに曲げてこうやる方いてるんですけど、まあ、これはちょっと間違いです。膝を引きつけてグッと伸ばす、勢いつける場合ね。うん、分かった。これ下から結構効いてきます。あー、きつそう。足を上げる位置によってね、効き具合変わってくるので、足の付け根の上を目指して上げるようにしてください。なるほど、なるほど。この2種類いきたいと思います。 OK、 分かった。で、これはストレッチはなしでいきたいと思います。うん、ストレッチなしね。マークさん、いきますかね。できると思う。2種目目のやつはですね、結構皆さんお尻がなかなか上がらないぞっていう方いけると思うんですけども、うん、上げようとしたら、その筋肉ね、下腹部しっかり使いますので、お尻が向かなくてもいいです。まあ、上げてるのを目標にやってもらえば大丈夫です。はい、はい、それでは、マスター何かコメントありましたらお願いします。どうぞ。そうね、さっきも話してたんですけれども、やっぱり体幹と、腹筋っていうのはしっかりやっていかなきゃいけないんじゃないのかなと僕は思うので、今日はこの下腹部、どっちかというと今までこういうのをちっちゃい頃から習うじゃないですか。で、それって上らしいじゃない。やっぱりこの上だけをやるよりも、こう下の部分で、ぽっこりお腹ってどっちかというと下の部分じゃないですか。だからなんかそのぽっこりお腹とかそういうのにも効きそうな気がするので、やっていこうかなと思います。で、やっぱりね、毎日のようにやらなきゃいけないので、これもその毎日の中に1個入れようと思います。はい、ありがとうございます。はい、入り口で多分コメントの中であったかもしれないですけど、うん、曲言ってないよねって言ってない、言ってない、それ言うの忘れました。忘れてた。曲は、シングル、20枚目のシングルですね。とにかく無償にでいきたいと思います。とにかく無償にね。泡のシャープ060か、
シングルのとにかく無償にを準備してください。では、じゃあ座った状態からね、いきます。おいおい、ちょっと待って。では、いきましょう。よーい、スタート。曲言ってないよねって、俺そういう喋り方してます？いきましょう、タッチ。すいません。あともう少し。はい、休憩します。あぶけて転がってね、足の裏を前方に向けてね、足の付け根の上を目指して上げていきます。いきましょう、スタート。そう、呼吸止めないようにね、上げていくとき、はい、頑張って頑張って。はい、休憩します。大丈夫ですか、行きますかね。なんか2回もやるのこれ。2種目目ね、結構しんどいと思います。マツさんも頑張ってください。はい、2セット目いきます。手を上げていきましょう。スタート。頑張ってー。 あともう少し。はい、 OK、 聞いてねーす。これ、来るね、これ腹に来るね。今日のいいね、今日のいいねとか言うようになったね、俺。はい、大丈夫ですか。結構休憩ね、長めに取ります。いや、いいよ、今日の。あと5秒下行きましょう。足の天井向けて行きます、スタート。よいしょ。膝をね、体に引きつけていきます。頑張ってー。あ、含むね。はい、はい、 OK、 休憩です。あと1セット。あと20秒下いきます。あ、なんかすごい汗かいてる。頑張って最後ね、追い込みますからね。追い込むの。エビちゃん、吐く、いくら。はい、準備しましょう。手を挙げて。いきます。スタート。頑張ってー。あと10秒。はい、休憩します。あー、すげー。ラストね。次は曲が終わるまでずっとやり続けます。全部それ。はい、準備して行きましょう、スタート。座って。よし。
て。あともう少し。あと10秒。いや、もっと落ちるとビデオが止まっちゃう。そのまま続けて、頑張って頑張って。まだありましたね。頑張って頑張って。はい、お疲れ様でした。最後すいません。あと10秒って言って20秒ありました。はい。マークさん、大丈夫ですか？これ結構ね、しんどかったと思います。かなりね、体もね、ポコポコしていると思います。それだけね、代謝が良くなっている証拠ですね。はい。今週は、そうなんだ。どうだったでしょうか？はい。新しくね、道具も使っていきますけども、これからも、使っていきますので、まあ、準備ね、いつでも使えるように準備をしておいてください。はい。それではマークさんにバトンタッチします。はい、どうぞ。ふぅー、イエス。いやー素晴らしいですね、この腹筋っていうのは辛いんだけれど、もうほんと最後までできちゃうんだけれど、できちゃうようになったよね、できちゃうと、なんか嬉しい。本当にだからもうシャープ50ぐらいまで来たらもう毎日だね、毎日腹筋を取り入れるっていうのは大切。腹筋と体幹ね、この2つを取り入れるっていうのはありかなと思います。今日の本当にこの下腹部がすごく鍛えられたような気がする。これ毎日やってたら多分お腹ぽっこりお腹みたいなの消えるんじゃないのかなとなんか思いました。まあ時間がかかるけどね、これ1回やったからって言ってぽっこりお腹が消えたらみんなやってるからね、そうじゃなくてこれやっぱ3ヶ月とかさ、6ヶ月とかさ、1年間やるからこそこう変わっていくんじゃないのかなと思うんですけど、まあでもぽっこりお腹を消すためにトレーニングっていうよりも健康体になるために、トレーニングをするのがいいんじゃないでしょうか。というわけで今週のともし火トレーニングも、5種目終わりました。明日明後日お休みです。明日明後日もお家にいるのならばともし火トレーニングを、もう結構前のやつをちょっと引っ張り出してきて自分の好きな曲でやっていくっていうのも手なんじゃないのかなと思いますので、頑張っていってください。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。マークとトモトでした。バイバイ。